どうも、テルエモンです。今日なんですけども、Fusion 360 でですね、せんべいを作っていきたいと思います。ちょっと今ですね、こんな感じで、演習で作ってみたんですけども、まあ、こちらの方ですね、新規作成から作っていって、説明をしていきたいと思います。こちらですね、ホモ作成を使っていきます。で、クワッドボールからですね、スタートさせていきます。で、クワッドボールを作る面を選択しまして、だいたい球のサイズ80とかですかね。で、面を結構細かくしていきます。これぐらいにしましょうかね。10ぐらいにしますか。はい。ちょっと細かすぎたかもしれないですね。はい。いいでしょう。で、ホーム編集から、すべて選べるようにして、もしくはボディでもいいんですけども、面ダブルクリックして全体を選択します。で、こちらの尺度ですね。をぐーっとこちらドラッグして、楕円っぽくしていきます。こんな感じですかね。はい。そしたらですね、まあ、面とか点とかをこう、あとはクリックしていきながら、ぐーっと上に引っ張って、こう、膨らませていきます。こんな感じですね。ちょっと面が細かいので、膨らますのは大変かもしれないですね。よいしょ。まあ、面とか、まあ、エッジでもいいですし、まあ、ちょっとこう、膨らませていきます。もうランダムにですね、この辺ちょっとバーってやっていきます。まあ、おせんべいなので、まあ、デコボコしてたデコボコしてた方が、リアルかなと思いますので、この辺をちょっとこう適当に。こう、ランダムの方がいいですよね。一定にこう、高さがなってるというよりか、こう、本当に適当に選んで、波立たせるっていう感じですよね。よいしょ。この辺とか横にずらしてもいいですかね、こういった感じで。よいしょ。ちょっと裏はあえて何もせずにちょっと行ってみたいと思います。はい。まあこんな感じですかね。ちょっとやりすぎましたが、ね、よいしょ。はい。こんな感じで、まあランダムにしていきますよと。膨らませていきますよと。で、これホーム終了していきます。はい。こんな感じですね。これちょっとレンダリングの方に移っていきます。こんな感じですね。ちょっとやりすぎたからですね。よいしょ。はい。で、あとは、ペイントの中にあるパウダーコート洗いで、まあ、せんべい茶色にしたいんですけど、茶色っていうものがないで、一回赤をちょっとドラッグアンドドロップして、あとダブルクリックでこちら、色の方をちょっと調整していきたいと思います。こんな感じですか。で、あとは、すみません、この尺のところですね。こちらちょっと調整して、右側に持っていきます。で、一番右に持っていくと、それっぽく見えるのかな。でですね、今、ちょっとこう見てわかるとですね、こう面がこう分かれてることによって、ちょっとこの辺ちょっと不自然になっているので、テクスチャーマップコントロールをちょっと使っていきます。で、形状クリックして、とですね、どれがいいかな、平面とかにして、この青い軸とか選んでみますか。はい。そう、先ほどのエンタメと境のところがなくなって、こう自然になりまして、こうせんべいっぽく見えるかなと思います。で、裏見ていただくと、ちょっとわかりづらいかな。裏見ていただいても、裏真っ平らなんですけども、真っ平らでも実はこう、膨らんでるようにちょっと若干見えたりするかもしれないです。こんな感じで見るとですね。なので、実はこう、膨らませたんですけど、実はマテリアルの状態でもこのマテリアルをですね、設定すると、それっぽくこう、凹凸あるように見えるので、そのままでもちょっと実は良かったんですが、今回ちょっとホームで波打たせまして、ちょっとせんべいの方を作ってみました。で、こちらはそれを2個並べて、お盆をこう作ってですね、並べているものなんですけども、ちょっとやってみましょうか。ちょっとその前にすみません。糊をちょっとつけてみたいと思います。平面選んで。そして極力この目に収まったのがちょっとモデル作りやすいので、こんな感じで。で、押し出しで、最初のスタートをこのオブジェクトからして、この面からにします。で、0.2 ぐらいですかね。はい。で、新規ですね。新規ボディ。はい、糊作りました。はい、こんな感じですね。
で、こちらも外観で、黒ですかね。で、ダブルクリックで粗いのにしていきます。よいしょ。はい。どうですか？だいぶこう、いい感じになりましたか？はい。まあ、ここが本当にちょっと角なんで、もうちょっとこう丸くとかこう、もうちょっと波打たせてもちょっと良かったかもしれないですね。ちょっと四角すぎて、あれですかね。なんかここ直線じゃない方が良かったのかもしれないです。もしかするとですね。よいしょ。もしかこっち多分直線じゃなくて、こう波打ってた方が、より自然っぽく見えるかもしれないですが、まあ、こんな感じでちょっと作っていきましょう。よいしょ。もうちょいこっちかな。はい。うん、ちょっとせっかくでやってみますか。ちょっとこちら一回非表示にして。では、このスプラインとかで、こう、糊とかも、書いたらどうかっていう。芝寄ってる感じを出したりだとか、がいいかなと思っただけなんですけども、どうですか？押し出しでオブジェクト。この面から 0.2 ぐらいですかね。で、新規ボディ。はい。で、こちらを黒。まあ、そんなに変わらないですかね。はい。よいしょ。じゃあ、二つ並べていきたいと思います。乗り付け、一応乗りも移動させておきますか。この3つですね、全部移動させておきます。まあ、コンタクト教師の3つ選んでおいて、右クリックから移動コピー。でもいいし、この移動コピーのコマンド選んでばダメです。で、コピー作成チェックを入れて、自由移動ですね。ピボット設定の位置を、ちょっと原点に持っていきますか。ちょっとある程度位置合わせておきたいと思います。で、OK。で、コピー作成しますチェックを入れて、こんな感じですね。で、回転。もさせながら、ちょっと今回ざっくりできますね。よいしょ。こんな感じですかね。ちょっといいでしょうか。こんな感じで今回は、はい。こんな感じで移動させますよってことですね。で、レンダーも打ってみます。よいしょ。まあ、こんな感じですかね。で、糊の方は表現したければ。まあ、糊の方はちょっとリアルに見えますかね、ちょっと今回は。はい。こんな感じで。あと、お皿は丸書いて押し出したというだけなんですけれども、一応やっていきましょうか。丸。ちょっと四角にしました。四角だとどんな感じになりますか？ちょっとざっくりでいきたいと思います。こんな感じで。はい。で、押し出しで。まあ、新規彫りですね。新規彫りで。ちょっと角度つけてみますか。で、新規彫りですね。で、シェルで。で、そんな干渉してないですかね。自然に見えなければ、このままちょっと行きましょうか。で、レンダリング。はい。まあ、こんな感じですね。はい。色このままでもいいですけど、まあ、黒をこう適用させてあげて。で、あとは、まあ、影の位置をちょっと調整しますか。シーンの設定から、この位置のところですね。と明るさ等もこのシーンのところで設定はできますけども。こっちかなぁと。一回ちょっと切り戻しますか。はい。よいしょ。
とはもう背景など見れます。あとレンダリングともできますが、そうですね、そんなには変わんないかなと思いますね。はい。ちょっとパソコンうるさくなって止めますが、まあ、この辺だいぶちょっとリアルに、宣伝っぽいのできたんじゃないかなと思います。で、フォームでこう音つけましたが、音つけてなくてもこの、レンダリングの、ね、パウダーコードの洗いっていうのを使って、で、尺度ちょっと右側に持っていくと、もうそれだけでこう、凹凸あるような感じ出るので、ぜひちょっと試していただければと思います。あとはその、うまく、この辺ちょっと目の境でおかしくなる場合は、このテクスチャーマップコントロールをちょっと使っていくよっていうところですね。はい。ちょっと今回ちょっと、少しお役に立つ情報だったんじゃないかなと思います。知らなかった方にはですね。はい。はい。結構こう、リアルな感じになりましたね。はい。もうちょっとあれかな、明るさとか、こっちの茶色の方の色のところちょっとしてもいいかな。この、反射率か。うん、どっちがいいかな。こっちに持ってった方がいいですか。ここあんまりピンタグも買って変わんないですか。回転だしな。はい。よいしょ、閉じると。はい。じゃあ今回の動画はこれで以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。